チクショーの高橋です。違う、チクショーの高橋です。今日は2万人もう少しで登録者がいくということで、質問返しのコーナーやりたいと思います。声を動画に入れるのが僕あんまり得意じゃないので、そこら辺は甘めに見てください。お願いします。では早速始めていきましょう。1つ目はですね、改めて自己紹介をよろしくお願いしますということで、大学生の高橋です。チック症を持ってます。チック症っていうのは僕の動きを見て分かる通り、顔がまばたきしちゃったり、首振っちゃったり、あと変な方向向いちゃったり、体が無意識に動いてしまう病気のことをチック症って言います。大学の授業はオンライン？はい、そうですね、大体そうですね。だから今も昼間なんですけど YouTube の撮影ができてますね。年齢と大学何年生か、21歳です。3年生です。1年ずれてるのは浪人したからです。誕生日教えてください。9月7日です。大学で何を学んでますか？かっこつけて言えばコンピューターサイエンスです。まあプログラミングやってます。好きなバンド教えてください。ミスチルです。ミスチルの好きな曲3つ、よくコロコロ変わるんですけど、まあ最近だとイミテーションの木って曲と口が滑って、あと鼻の匂いですね。好きなアニメ教えてください。ガンツです。僕中二病なんでめちゃくちゃハマりましたね。ガンツっていうのは、ある日主人公の男子高校生の子が、電車の事故で死んじゃうんですよね。そしたらなんか目が覚めたら、まあ、めちゃくちゃかっこいいですね。武器とかいろいろ出てくるんで。ハマってること趣味、工作好きなんですよ。コスプレみたいなことやってて、ダイソーとかの100均でいろいろ材料集めてきて、100均素材オンリーでいろんな、まあこんな武器とか作ってました。はい、楽しいです。電波組好きなの？電波の推しは誰？インスタの方で電波組が好きっていう投稿をちょっとしたんですけど、今ちょっとメンバーガラッと変わっちゃって、今そんな推してないんですけど、昔は箱折りのネムピン推しでした。はい、ライブも 1,2 回は行ったことあって、まあ結構叫んでました。楽しかったです。あ、やばいですね、ちょっとおたばれしてきましたね。コメント欄での僕のイメージがすごい良すぎて、イメージ死守したかったんですけど、ちょっとできそうにもないですね。すいません。好きな服の系統を教えてください。僕は切れかじ系、やっぱ綺麗めカジュアルが好きです。ゆったりとした感じの着丈が長い服が好きです。好きな女性のタイプを教えてください。一言で言うと、へえ面白い女みたいな、人間として面白い女の人が好きです。顔はですね、優しい顔のタイプが好きなんですけど、そんなにこだわりとかはなくて、そんな好きになったら好きになるみたいな。女性の好きなファッションの系統、僕自身があんまりストリート系とかあんま好きじゃないので、都会的な綺麗め寄りのカジュアルとか好きですね。オレンジジュースとアップルジュースの果汁は何パーセントがいいですか？こんなもん何本あってもいいですからね。 100% でしょ。バイトしてますか？昔100均のバイトやってたんですけど、ちょっと目がチカチカしちゃって、なんかチックもひどくなるし、もう辛くてやめちゃいましたね。今のバイトはすごい少ないんですけど、ちょっと入ってます。でもまあ秘密です。知り合いにはどのくらい自分の症状を話していますか？YouTube を始める前にも、まあ親しい友達には言ってました。 YouTube を始めたきっかけ、今年の春休みぐらいに友達と遊んだ時、中指を立てるチックがあるじゃないですか。これをやってちょっと出ちゃってたら、その友達にお前何卑猥な動きしてるのみたいなこと言われて、勘違いしたんですね。中指立ててるのにちょっと別の動きと勘違いしちゃったみたいで、そこでまあいろいろ病気のことを喋って、あ、なるほど、全然気にしてないよって言われて、その友達に、あ、なんだ、意外とまあいいのかなって思って自信がついて YouTube を始めました。子供は好きですか？はい、見るのは好きです。でもまあどうだろう、本当に相手するっていうなるとどうなんでしょうね。YouTube でトトカカチャンネルっていうのがあるんですよ。すごい可愛くて、そこに出てくる女の子がめっちゃ見てます。髪はどうやって切ってる？はい、これはめちゃくちゃ YouTube のコメント欄でも質問来たんですけど、結論から言うと美容院で切ってるんですけど、めっちゃ我慢してます。だってみたいな感じで我慢して耐えてるんですけど、また今度の動画で
美容院行った時に動画撮らせてもらってあげようと思うので、ぜひご覧になってください。死ぬまでに行きたいとこ、死ぬまでですね。死ぬまではないんですけど、死んでからはガンツの部屋に行きたいですね。落ち込んだ時どうしてる？ですね、結構僕落ち込んだらそのまま沈んでっちゃうんですよ。まあそれでもまあ元気が出るまで落ち込んだままでいるっていうのも一つだし、まあ二つ目としては、まあ反骨精神でこの野郎っつって頑張りますね。まあどっちかですね。いつから症状が出ましたか？小児で自然発生しました。なんかいきなりチックが出るようになりました。最初は瞬きのチックでした。こうやって似ている芸能人はいますか？ですね、コメント欄でめちゃくちゃ多かったのが朝倉海選手に似てるっていう、プロボクシングの、はい、意外と似てました。もう嬉しかったです。でも iPhone のアプリでそっくりさん診断っていうのがあるんですよ。その結果によると僕は桐谷健太が確か 97-8% ぐらいで似てるってなってたので、まあどっちだろう、僕的には桐谷健太の方が嬉しいんですけど。お一人様する勇気をください。それはですね、大義名分をつけるといいです。例えば人からとかの場合、趣味で人からに言ってるっていう体じゃなくて、僕は結婚式の余興の練習のために一人でカラオケに来てるんだっていう設定を作るんですよ。まあ、最初はそこから始めていって、まあ、だんだん気にしなくなるようになるんで、まあ、そこからじゃないでしょうか。結婚したいですか？はい、したいですけど、まず彼女、将来何になりたいですか？今プログラミングやってるんですけど、正直別にそんな好きじゃないんで、できればそこから離れたいですね。でもまあチックの症状的に普通に会社員としてそのままの何の配慮もなしで働くっていうのはちょっと厳しいかなって思ってるんで、今模索中です。どうやったら社会に出て生きていけるのか。 YouTube で気をつけていること教えてください。ですね、僕 YouTube で参考にしてるチャンネルがちょっとあるんですけど、まあ、その一つに柑橘メタルさんっていうのがいるんですよ。いつも 2,3 分の動画ですごい面白いんですけど、まあ、そんな感じで明るく楽しく軽い感じで動画作るようにしてます。今まで生きててよかったなと思ったエピソードを聞かせてください。昔小学生の時に、川で遊んでたんですよ。そしたら滑ってドーンって後ろにひっくり返っちゃったんですね。そしたらギリギリ岩に頭ぶつけなくて済んで、その時生きててよかったって思いました。そういうことなんでしょうか。チャームポイントを教えてください。涙袋。よく見る YouTube チャンネルは何でしょう？ですね、武井壮のマインドです。武井壮のマインドめちゃくちゃ元気出るんですよ。ぜひご覧ください。今までの彼女の数ゼロ。いや、僕これといって別に二次元とかにもそんな興味ないんですけど、どこにも逃げる当てがなくひたすらゼロ人でした。次の芸能人を教えてください。綾瀬はるか。なお最近あと朝ドラのおかわりモネを見ているので、清原果耶さんと牧田亜樹さん好きです。辛い時に聴く曲。辛い時に聴くってなると、まさかの電波組。電波組めちゃくちゃ頭バカにして聴けるんで悩み事も消えます。髪のセットにかかる時間。寝癖直してドライヤーかけてワックスつけるんですけど、10分ぐらいですかね。身長176。春夏秋冬で何が好き？夏。ポケモンは大パ世代ですか？夏。好きな食べ物は何ですか？ナッツ。自分らしく生きるためには自分の好きなこと、自分の考え方、それだけは死守するようにしてます。どこ住み？東海。自分へのご褒美、洋服を買うことです。好きなゲームは何ですか？将棋。何を基準に物事を選択しているか。ですね、やりたいことを優先するようにしてます。僕は、結構感情優先なタイプなんで、やりたくないことやれないんですよ。本当にもったいないからやらないとっていうのは僕できないんで、やりたいことをガーってやってます。オフ会やりますか？ですね、まず YouTube のライブ配信したいですね。オフ会はそれの後考えます。好きな人ができたらどうなる？僕は多分犬のように尻尾を振りまくると思います。もう何でもやります。両親はどんな方でしょうか？割と寛容で、そんなに否定されない方なんですけど、僕にとっては生きやすい環境じゃないかなと思います。
高校の時これだけはやっとけということはありますか？人それぞれなんですけど、目先の利益を追い求めた方がいいと思います。将来のために頑張るとか言ってるとマジで全然楽しくないんですよ。いつまで経っても楽しいことで来ないんで、まあ、目先の利益どんどん追っていいと思います。ホーロック聞きますか？昔チックの症状がもっとひどかった時に、チックの症状あるからせめて見た目だけでも強くなったらそんなバカにされないんじゃないかと思って、変な考えなんですけど、だから尖ろうとしたんですね。服装とかもすごい奇抜な黒でガチガチの服とか着て、聴いてる音楽もザ・ロックみたいな曲、オーラ・デ・シガレッツとかよく聴いてました。だけど最近あんまり聴いてないですね。最近考え方がシフトして、まあありのままでいいやみたいな感じになったんで、まあでもオーラルはそんな嫌いじゃないです。好きですよ、今でも好きです。 50m 走何秒？今度測りますね。測って動画にしたいと思います。チック症の友達はいますか？会ったことある人はいないです。でもなんかこの動画 YouTube チャンネルのおかげで、なんかそういう人もインスタとか Twitter でよく反応をくれるようになったので嬉しいです。尊敬する人、あんまよく知らないんですけど、森本ひちょりさんっているじゃないですか。あの人もなんか小さい頃から髪の毛がすごい薄い病気だったらしくて、すごい悩んでたらしくて、そのネット記事を見た時に、あーなんかこの人に僕似てるなと思って、割と尊敬はしてます。まあ今回はこんな感じでしょうか。今回答えられなかった質問も結構あるので、また第2回に回したいと思います。ですね、コメント欄で僕にやってほしいことをいっぱい書いてください。ちょっと何やればいいのかなって結構ネタを考えてる途中なので、教えてくれると嬉しいです。じゃあ今日はこんなところで終わりです。ありがとうございました。